どうも皆さん、そうです。ということで、今回久しぶりに 2P2T 実況プレイやっていこうかなと思うんですけど、今回ね、まあ、タイトルにありますように、久しぶりにシント2017から連絡かけまして、なんか、エンドに僕の拠点を作ったんで、サバさん2の訪問者として来てくれませんかって言われたんで、今回ね、それを動画にしていこうかなと思うんですけど、まあ、まずはエンドポータルの方にね、入っていこうかなと思います。こっから結構近いんだよね、今いるところからね。おー、怖い。怖いよ。ほっ。よし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 。で、こっから下に降りてって、ありましたね。では、早速入っていきましょうか。ほっ。さあ、どっから行こうかな。どうしようか。これ、どっから出れるかな。こっから出れるか。あ、いける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 。あー、久しぶりに来た。あ、待って、これさ。いや、懐かしいな、ここ。わー、このね、文字ね。僕、ザミさんと書きましたもんね。いや、僕、2、3ヶ月前にね、ザミさんとね、コラボしましょうっていう話をしたっきり、それ以来、もう全く連絡つかなくなってね、話してないんですけど、ちょっと寂しいなって感じなんですけど、ザミさん今何してるんですかね。で、結構、シント2017の拠点がすごい遠い場所にあるみたいで、だからちょっとこっからね、ちょっと歩いていこうかなと思います。いやー、これね、エンドでね、徒歩でね、拠点向かうのクソ、むずすぎて、シントに戦時に難しいって言ったらね、エンドにアイテムがいっぱい置いてある場所みたいなのを作ってるんで、ぜひそこに行ってくださいって言われて、座標教えてもらったんで、今からちょっとそこに行こうかなと思います。うわー、漆黒。漆黒に向かって、今から、飛んでいきます。こう真っ暗なところをずっと飛び続けるのマジで怖いな。あんまりこう、そうね、花火は使いすぎないようにね、こう節約しながらやっていきます。ちょっと待って。なにこれ。どういうこと今の。いやー、皆さん、またちょっとね、再度気を取り直してやってきております。なんかね、シント2017からね、ちょっと聞いたんだけどさ、バグってる。なんか、さっき死んだのはね、スタック？すごい、今やっぱ回線が悪いみたいで、スタックで死んだらしいんだよね。しょうもねえ。それよりもさ、エリトラ開かないんだけど。待って。嘘でしょ？は？ちょ、一旦切断しよう。待って。危ねえ。どうしたらいいんだ？待って、やばい。どうしよう。これ死ぬかな？もしかして。もう一回入ります。危ねえ、よかったー。なんか今ね、2B2T すげえラグいみたいで、なんか、危ないらしい。今みたいな感じでね、ラグくて死ぬ可能性があるらしいんだけど、いや、まあ、ちなみに今ね、エリトラフライっていう、僕がこの間買ったコナスっていうね、チートクライアントに入ってるチートなんだけど、こうなんか、空飛んでるとき、落下するときにスローモーションが入って、で、自動でね、エリトラで飛んでくれるっていうね、チートツールなんだけど、まあ、それを使ってね、やばいこの状況を抜け出しました。そう、これ、このエリトラフライチートがすげえ優秀でね、ん？大丈夫？なんかすげえラグいんだよな。今日本当にね、なんか、2B2T のサーバーがラグくて、めちゃめちゃ危ないらしい。っていうのをシント2017からまた連絡もらった。今、僕の 2B2T 生活、シント2017で成り立ってるからね、この移動生活。やばい。いや、やっぱね、エンドの移動本当に難しいわ。マジで。何時間移動して、ちょっとで間違えたら死んだりするから、これね、リスポーン地点とか固定できないからさ、エンドって。ベッド爆発しちゃうからね、ネザーと同じで。すげえ大変なんだよ、移動すんの。それでやっぱりさ、エンドってこう、なんだろう。あんまり荒らされないというかさ、すげえ巨大な建築を作るんだったら、エントに作るっていう感じになってるんだろうね。普通の世界みたいにさ、自由に移動できるわけじゃないじゃん。地面があって、みたいな。僕みたいな感じでさ、わざわざエリトラを使ってさ、移動しなきゃいけないって感じなんだけどね。あ、ちなみに、エリトラフライっていうチートを使うと、こうやって勝手にね、自動でね、こうやって、なんかすげえ今、ちらついてんだけど、上にね、上空に上がってくれます。あれ？そんなことなんか、あれ？あ、そう、今みたいな感じで、あれ見て。見ればわかるんだけど、どんどんね、
あれやっぱ、すげえ調子悪いわ今。え、待ってやばい。オッケー。あーやっぱなんかすげえラグくてね、おかしくなってるわ。すげえラグくてさ、チートが使えなくなってるわ。やばい。なんだろう、こんなに、なんでこんなラグいんだろう今。お、あ、待って、あう、お、あー来た、集合場所集合場所。あ、久しぶり、めっちゃ時間かかったよ、ここ来んのマジで。こんにちは、って来たわ。こんにちは。だけど何もないけどね、集合場所に。なんかこっからまた移動するっていう感じなのかな。こっからまた、ちょっと移動するって感じ、かな。ここから、メートルくらい行くと、僕の拠点がです。何も、なるほど。なるほどね。じゃあ、ちょっと連れてってもらいましょうか。ちなみに、この、あ、何これ?あ、待って。サバさん待ちたいって名前ついてんだけど。こんなに待ってくれてたんだね、エンダーマン。ありがとう、待ってくれて。強制的に待たされるんだよ。これ、拷問だよね、多分。これ。行きましょうか飛んでいきます。うわ、わかった。怖え、飛ぶの怖いんだよ。なんか今日すげえ飛ぶのさ、怖くて。なんか楽くてさ。あ、でも大丈夫そうかな。お、お、これだな。うわー、すごい。なんだこれ。ちょっと待って。なんだこれ。ちょっと一旦ちょっと外見、ちょっと外見を見たい。すごー。マジですごくない？マジですごいんだけど。めちゃめちゃラグい。オッケー、いて。来た。Welcome to Shinto 2017's Castle。わやわや、すごすぎない？いや、これはね、超時間かけてきた回あったよ。これちなみに、制作期間は何日くらい？リアル経過時間、あ、50日前から作ってたんだ、これ。超すごくない？すげー。めっちゃすげー。あ、じゃ中の方を拝見させていただきましょうか。中紹介し、お願いします。おしゃれー。あ、ここはエントランスです。ここから、これトイレ？これ。あ、これトイレだね。これどう考えてもね。いい。えんちゃん。あ、ごめん、ちょっと待って、ごめん。無意識に女性の方に入っちゃった。ごめん。ちょっと待って。次は2階に行きましょう。あ、お願いします。ここが階段です。あー、なるほどね。登っちゃいましょう。あー、すごい。これさ、ライト切ったらさ、どうなっちゃう？すごい暗くなっちゃう。まあ、試してみてください。あ、ライト、はい。うおー！あ、うちの方が雰囲気いいね。ライトこれ解除したら雰囲気出るよ、これ。めっちゃいい。ちょっと薄暗い感じがね。あ、完成までの道のり。2021年7月17日、材料集め開始。土台完成。1階部分完成、8月16日。ああ、1ヶ月で1階部分完成したんだ。で、2階部分が、3日後に完成して、ああ、10日後に外装完成で、9月9日に、建築完成。すごいね。本当に、すぐ作ったんだね。この建築物は、Shinto 2017が設計したものではなく、Shinto 2017が初心者の頃に買った、本に書いてあった建築をほとんどパクったものです。Shinto 2017マインクラフトの本買ってたんだ。サバさん、マインクラフトの本一回も買ったことないんだけどね。本屋に行った時ね、マインクラフトの本をなんかお父さんにね、買ってもらう小学生みたいな子見てね、すごい、なんか、感動した記憶あるわ。お、2021年9月9日、Shinto 2017。ああ。ここにサインした。ああ、もちろんしますよ、サイン。うわー、久しぶりだな、サインするのも。じゃあ、2021年9月、今日26日、サバ1200。はい。サインしちゃいました。お、じゃあ次は展望室に行け。展望室ってのがあるんだ。ちょっと、このはしごを登ればいいと。なるほど。あ、来た。じゃあここに入ると。ちょっと怖いから金のリンゴ食べちゃう。うわー、怖い。なんかハリーポッターみたいですげーいいね、これ。うわ、なんだこれ。え、これ、ここに来ればいいの？あ、で、あー、ここで見れるのか。すげー見晴らし悪い。すげー見晴らし。まあ、エンドだしからしょうがないけどね、エンドだからね。すごい。でも、この部屋の近くに隠し部屋の道があります。はあ。それは、ここかな？ここのこと？探してみてください。あ、ここじゃん。ここじゃん。あって絶対ここじゃん。見つかった。簡単すぎないですか？隠し部屋の割にはでかくないですか？あ、すごい。なんかこの指令室みたいなのがあるわ。テレビとかもちゃんとなんか作られてる。Shinto 2017の城が攻められた時の最後の居場所です。これ、攻められて追い込まれたら、最終的にここに行き着くんだ。
まあ攻められないですけどね。僕が座標を公開しない限りは多分大丈夫だね。じゃあ次は地下に行きます。あ、了解でーす。あ、ここか。ここから地下室か。あー、地下、うわー、こうかって、あー、すごい、うわー、すごい。うわーなんだこれ、秘密の地下農園です。もう全然秘密じゃないけどね。でもこんなでかい入り口作ってよって秘密って意味わかんないけどね。いやでも確かにすごいよこれは。一人でこれ独り占めしようとしてんのこれ、食料。はい、もちろん。食いしん坊が過ぎるだろう。この量のパンを食べようとしてるってことでしょ。とんでもないね。うわーすげー、これは圧巻だな。あ、ちなみにここに材料が入ってんのか、いろいろ。あー、そう、キットもいっぱいある。あ、なんか、うわ、すげえ、ちょっと、すげえ。シント2017の倉庫です。なるほどね。勝手に撮っちゃダメだ。あ、じゃあ、撮らない。動画撮ってるからさ。まあ、カットすればいいけども。撮りません。これで一通りの紹介以上です。あー、すげえ、よかった。なんかさ、もしもさ、好きでさ、なんか、変なちっちゃいお家だったらどうしようかなってちょっと思ってたけどさ、シント2017をバカにしてた。ごめんね。これで終わりではありません。え?なんかあんの他に。せっかく集まったのでゲームしましょう。え、何ゲームって ?PVP? ついてきてください。あ!あ、なんかある。なんだこれ、ちょっと待って。何これてか、TNT ランかな ?TNT3 本勝負をします。一つ目、あ、TNT ランだ。え、相手を下に落としたら勝ち。相手に攻撃するのは禁止。試合が始まってから黒曜石の上に立つのは禁止。なるほど。武器の使用禁止。チートの使用禁止。な、了解です。やりましょうか。これで多分これスイッチを踏むと砂場が落ちていくんだよね、これ。多分。そういう仕組みでしょ?了解です。じゃあ僕が合図出していいですか?いきますよ、では。3、2、1、スタート!ほい!うわぁ、すごいすごい、すげえすげえ。よく作ったな、これマジで。すげえ、ちょっと待って。マジですげえ。こうやって、どんどん足場を狭くしていくって感じのゲームだね。オッケーオッケーオッケー。うわぁ、やばい。サバイバルでよく作ったな、これ。いよいよ。サバさん結構これさ、なんかハイピクセルかな。脱落しちゃいました。あれ?シント2010落ちてった。でもサバさん、落ちる前にエリトラで飛んじゃった。でも、サバさんが先だ、落ちたの。なら僕の勝ちです。曖昧。はい、と、1試合目、シント2017の勝ちでございます。くっそ。サバさんこれ自信あるよって言おうとしたら死んだんだけど、速攻。では、二つ目行きましょうか。二つ目。TNT を着火して相手を落とそうゲーム。ルール、火打ち石を用いて、相手を TNT の奥から落としたら勝ち。火打ち石以外の武器使用禁止。試合が始まってから供養石の床に立つの禁止。チートの使用禁止。これいつもと同じ感じだね。あ、待って、え?この三本勝負に勝つと、シント2017の倉庫から10秒きっと取り放題。また、シント2017は1時間無賃労働させる権利がもらえる。マインクラフト内で。おい、急にやる気出てきたぞ。これ頑張るしかないな。待って、一試合目からこれ知りたかったな。これでき、このことを。シント2017のキットを盗むためにね。頑張ります、サバさん。じゃあ行きます。2回戦目、やっていきましょう。では、3、2、1。はい。行きましょう。やったー、サバさん勝ちか。あざっす。2回戦目はサバさんの優勝でございます。3回戦目、弓を使って相手を落とそうゲーム。ルール、弓を用いて相手を TNT の床から落としたら勝ち。弓以外の武器使用禁止。試合が始まってから黒曜石の上に立つの禁止。チートの使用禁止。なるほど。これさっきの弓バージョンってことね。僕が勝った場合はどうなるんですか?そっか、シント2017は代償を持ってるもんな、背負ってるもんな。じゃあ分かった。サバさんが勝ったら、シント2017のキットを10秒間触らせてもらいます。え、サバさんが負けたら、動画の最後に、シント2017に TNT でボコボコにされる。それで行きましょう。じゃあ、ラスト、3試合目行きましょう。すべてをかけた最後の試合行きますよ。
321はいスタート。いやーでもこれ弓やな、難しい、下手くそなんだよな。ラグやばい、なんだこれ。オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない、めっちゃ当たる、危ない危ない危ない、オッケーオッケー。いやめっちゃ神経線じゃん、当たるんだけど。あれあれ、あああ、あちょ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 これ何？このカラフルなボックスの中から取るってことだよね。あ、ここにあるもん全部取っていいってこと？奥のチェストからも？え、マジ？やば、やば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 い。準備ができました。あ、了解です。こちらのタイミングで始めちゃってもいいですよ。僕がスタート言ったら分かりました。トップ言ったらスタート。用意、はい、はい、用意、用意。スタート！1、2、ここら辺にさ、PVP キットあるんだよ、ここに。え、やった！で、XP キットもある。なんかよくわかんないけどいっぱい取っちゃおう。ゴー。なんかいっぱい取れました。いっぱい取れたよ。めなんかすげえ取っちゃったよ。これくらい取りました。ちょっと待って。PVP キットで多分全部取っちゃったよ。だあ、いいの？いいの？本当に大丈夫です。申し訳ない気持ちちょっとありますけど、ありがとうございます。本当にもらっちゃっていいのこれ全部？やったー。とサバさんいろいろと物資が枯渇してたんで、これありがたいですね、本当に。じゃあ今回は、シント2017からね、最終的にすげー大量のキットをもらっちゃいました。ありがとうございます。ありがたく受け取らせていただきますよ。これ久しぶりのね、2B2T の動画は、シント2017のね、拠点をエンドにね、作ったということだったのでね、右に来たらめちゃめちゃやばかったということでした。本当にすごい完成度びっくりします。ありがとうございます。ということで、じゃあこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。シント2017ありがとうございます。じゃあ。